タイムというのをやってみたいと思います。じゃあね、準備ができたらステージにお願いします。はい、チュードラゴンズの登場です。改めまして拍手。さあ、もうね、もちろんご存知の方ばっかりかとは思うんですが、中にはね、今日初めて見たよとかね、ちびっ子のお友達でチアドラゴンズのことね、まだあんまり知らないよっていうお友達もいると思いますので、自己紹介も兼ねて、自己紹介と、じゃあ今日は、トークテーマとしては、今日はハウジングセンターというところでね、ショーをやってくれているということですので、将来どんなお家に住んでみたいかっていうテーマでお話をしてもらいたいと思いますので、じゃあ順番にお願いします。はい、3年目サブリーダーセリナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。私が住みたいお家は お風呂じゃない温泉がついてるお家に住みたいです。なんかヒノキ風呂とかがついてる、現実味のないんですけど、まああったらいいなという面で。そうですね、まあ、のハウジングセンターのモデルハウスの中にはもしかしたらあるかもしれない、ね、あるかもしれないですけど、まあ、旅館みたいな感じの ね、まあ、かなりリッチなお家だと思いますよ。はい、普通のお風呂プラスヒノキ風呂ね。そうです、そうです、はい、そうですね、頑張ってください。頑張ります。はい、2年目のリンカです。こんにちは。はい、ありがとうございます。私はどちらかというと白が基調としたあのお店じゃなくてお家なんか床とか壁じゃなくて床と壁が真っ白な感じで、あとお風呂も広くて、あとなんかあのゾウさんがあるお家みたいな、なんかベランダが広い、なんか日向ぼっことかできそうなお家がいいです。じゃあ屋上とかもいいかもしれないですね。そう、屋上もあるといいですね。今ね、結構屋上のあるお家ね、たくさんあるかと思います。もう夢は広がるばかりですね。はい、そうです。はい、じゃあ次お願いします。真っ白いいですね、確かにね。1年目のミラノです。こんにちは、ありがとうございます。私はなんか木の香る自然な感じの日の当たりのいいお家がいいですね。はい、はい、はい、なんか勝手に終わっちゃいましたけども、木の香る、なんかどこかのキャッチフレーズでありそうですけど、ね、木造ってことかな、木造建築、自然な感じ、自然な感じ、はい、まあ、ログハウスみたいな感じ、はい、素敵ですね。はい、ありがとうございました。1年目のかなです。よろしくお願いします。私はまず天井が高くて、あと窓が大きい家がいいです。多分今のお家は、ま、窓が大きいのが結構多いと思うんですけど、大きい家に住みたいです。ね、最近窓がメインの窓大きくても結構防犯対策でね、2階とか周りの窓結構ちっちゃい窓も多いですからね、もう全部開放的で、はい、見てくださいみたいな、はい、いいですね、日当たりが良くて。どっかにあったんですよ。ありました、窓が大きい、もうモデルハウスはね、こういう感じ、1階から2階まで全部窓みたいな、はい、暑そうでも大丈夫かな、ああいうのも、ね、素敵ですよね、はい、でもね、いろいろと、はい、妄想してください。じゃあ次お願いします。はい、3年目サブリーダーのミキです。はい、はい、ありがとうございます。私が住みたい家はサザエさんみたいな平屋の家じゃなくて、なんでかと言いますと、今私の家が一軒家の2階建てなんですけど、なんかいつもいつ天井が落ちてこないかが怖くて、なんか2階の床が落ちてこないかすごい不安で、絶対にベッド2階にあるんですけど、ベッドも絶対に飛び乗らないっていうのを自分で決めて、床が落ちちゃうといけないので、そういうのを気をつけてるので、そういう心配がいらない平屋の家がいいです。現代の家では、まあ、ほとんど大丈夫かと思いますけど、もしサザエさんの時代の家だったらちょっと心配かもしれないですね。ちょっと今日初めて会ったけど、ミキちゃん独特の雰囲気を持ってますね。はい、ちょっと今度ゆっくり話をしてみたいと思います。じゃあお話これぐらいにして、じゃあ
はい、次のダンスに移りたいと思います。では準備をお願いします。なかなかね、ダンスはとってもね、激しくてかっこいいんですけども、おしゃべりすると本当に普通の女の子たちで可愛らしいんですよね。さあ、それじゃあこの後も皆さん応援お願いします。さあ、今日はね、どんな質問にでも答えてくれるということでね、NG なしですか？あ、本当にうなずいてますけども、じゃあ聞いてみたいと思います。質問がある人手を挙げて、はーい、はい、じゃあ一番ね、最初に元気に手を挙げてくれたちびっこに聞いてみたいと思います。選手が、誰の選手が好きですか？うん、そうですね、中日ドラゴンズの選手では誰が好きですかというね、質問で、じゃあね、順番にお答えを言ってもらいたいと思います。私は大島選手です。はい。今必死に考えましたが、一番が出てこない、みんな好きです。はい、はい、私は同じ千田市出身ということで浅尾選手が好きです。はい、私は小学校の時からずっと荒木選手が好きです。はい、私は、小笠原選手、慎之介選手も好きなんですけど、最近は京田選手が好きです。はい、ありがとうございます。ちなみにお友達は誰が一番好きなの？大島選手。大島選手ということでした。どうもありがとうございました。じゃあまだまだ聞いてみたいと思います。他に質問がある人、はーい、はい、どうしようかな。じゃあ一番後ろで張り切って手を挙げてくれた男性の方に聞いてみたいと思います。まあね、今日大人の方当てる当てるって言ってなかなか当てる機会がないので、ぜひね、参加をしていってもらいたいと思います。あ、毎朝何時に起きますか？毎朝何時に起きます。めっちゃプライベートな質問ですけど大丈夫ですか？普段、試合の時、普段バラバラなんですけど試合の時はでも5時半に起きれたら起きてます。私もバラバラなんですけど、たまに2時とか2時、昼の昼、はい、真っ昼間の2時、たまに行っちゃう時もあるんですけど、まあ早起き頑張ります。はい、はい、私はだいたい8時とか9時ぐらいですかね。はい、はい、私は寝れるときは12時とかまで寝ます。私は何もないときは目が覚めるまで寝ます。はい、みんなね、幸せな毎日送っています。ありがとうございました。じゃあまだいけそうかな。まだいけますね。あと、じゃあ最後1、2問ということなので、じゃあ2つぐらい聞いてみようかな。じゃあ、ずっとさっきからアピールしてくださってるんで、そのサングラスのお兄さんに聞いてみようかな。大丈夫かな、ちょっと心配になってきちゃったけど。はい、サングラスの帽子かぶってらっしゃる喋れますか？大丈夫ですか？僕は今年ドラフトで根尾昂選手が1位取ったんですけど、今年のドラフト選手注目する選手は誰か教えてもらえないでしょうか？はい、ドラフト選手で注目していた選手、はい、大丈夫？代表でもいいですよ。代表して、じゃあ相談して、はい、お願いします。注目した選手はですね、やっぱり根尾選手は大注目でしたね。でもやっぱり2位の梅津選手もなんかすごいみたい、とにかくすごいみたいで、で 3位 の、 そう、勝野選手もこの間ドラ、ごめんなさいね、すぐパッて忘れちゃうんですけど、この間ドラダマキングで生電話させていただいて、すごく
電話でもう良さそうな方っていうのが感じ取れました。もう皆さんに頑張ってほしいって思ってます。そういうことです。はい、ありがとうございました。意外としっかりと答えてくれましたね。よかったよ、ずっとハラハラしちゃいましたけど、よかったです。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にもう一人だけ聞いてみたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ一番前で手を挙げてくれたピンカちゃんのカードを持ってくれてる女の子、好きなポーズは何ですか？かわいい質問です。じゃあ、全員でせーので好きなポーズやってもらいましょうか、ね、せっかくだから全員の見たいですよね皆さん、ね、じゃあ最後にこれで締めくくりましょう。じゃあ皆さん前に並んで、じゃあ好きなポーズ、あ、マイク持ってましょうね。はい、いいですか。シャッターチャンス5秒間ですよ、ね、撮影タイム5秒間です。じゃあ好きなポーズで撮影タイム、せーの、5、4、変えてもいいよ、3、2、1、ゼロ。はい、こんな感じです。よかったかな友達、なんか真似できそうなポーズあった？あ、ちょっとよく分からなかったそうです。じゃあ、ビデオね撮ってくれてるみたいだから見直してくださいね。はい、ありがとうございました。じゃあこんな感じで質問コーナー終わりたいと思います。チャドラの皆さんありがとうございました。じゃあこの後は最後の曲になりますね。